四つ星ひなかぶとのプレゼント企画、幼虫5頭を2名様へ。はい、抽選開始。えい。あー、来ました、来ました。はい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 。鳥が鳴いております。どうもどうも、皆さんこんにちはでございます。黒猫チャンネルの黒猫です。いつもご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。グーグー。さてさて、いよいよですね、2週間ほど前に発表いたしました、あれですよ、プレゼント企画の当選者発表抽選会でございます。今日はイエイ。まずはプレゼントの方に登場していただきましょう。こちらです。はい、ということでね、四つ星ひなかぶとのプレゼント企画、幼虫5頭を2名様へ。これのね、抽選会をやっていくわけですよ、今日はね。まあ、待ちに待った方もおられるんじゃないかと思います。総勢ですね、191名の方かなにエントリーいただきました。ということで、今日抽選会をしていきますので、今日決まりますからね。はい。取り直しなし一発勝負でやりたいなと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。ちなみにですね、四つ星ひなかぶとっていうのはこういうカブトムシです。はい、この画像なかなか可愛い子なんですよね。大きくても4センチ、まあ、5センチまではいかない、そういう種類です。で、色がとても面白いんでね、人気あるカブトムシでございます。今回エントリーしなかった方もですね、またまたやりますので、ぜひぜひその時はね、エントリーいただけたらなと思います。ではでは、抽選会の方ね、やっていきましょう。はい、抽選方法なんですけど、このような方法を取らせていただきます。機械制御ですね。これ Excel っていうね、Windows とかまあ他にもありますけど、まあ表計算アプリなんですよね。で、それを使ってですね、やります。ここにはですね、はい、ランドビトウィン関数というのを使ってまして、まあ、1番からですね、4番までの数字をランダムで、抽選ボタンを押すたびにですね、選んでくれると。はい、そんな仕組みでございます。で、あ、ミスった。ほっ。ね。で、こちらはですね、まあ、VLOOKUP 関数っていうのを使いまして、この抽選番号の隣の、このニックネームの方が出るような仕組みになっております。はい、では抽選こんな感じですね。ポン。はい、ということでね、3番の黒猫さんが当たりましたみたいな感じでやるわけですね。じゃあ実際の抽選画面の方に行きましょう。はいはい、こちらが実際の抽選画面でございます。今はまあ都合によりですね、ラウンドビトイン関数、1番しか出ないようにしておりますが、これを参加人数分、数字を変えさせていただきます。さあ、参加いただいた方は、この下にね、あります。まあ、ざーっと見ていきますと、こんな感じでですね、どん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 、名前が出ていきます。はい、ご自分の名前あるでしょうか？基本的に自動的に収集したので間違いはないと思うんですけれども。ありますか？いやー、結構たくさんの方にね、ご応募いただいて嬉しいですね。はい、もうすぐ終わりでございます。もうちょっと。はい、190ですね。191じゃなかったか。190名様にご応募いただいております。ありがとうございます。はい、まあ、ということでね、早速抽選していくわけですが、じゃあ190名様ということで、ここ190にしましょう。はい。はい、あ、今まだ抽選じゃないですよ。まだね、抽選ボタン押した時に抽選しますからね。はい、今名前出てる方は、まあ、これ絶対打ったらですね、誰かの名前が出ますので、そこはちょっとご勘弁いただいてですね、今から抽選ボタン押しますので、はい、では行きます。あ、で、ちなみに今出てる人がもう一回出ることも絶対ありますのでね。まあ、ランダムで190人、誰かに当たります。では、一人目の抽選、行きましょう。
さあ、行きますよ。一人目でございます。ちなみに190名を操作するのは不可能でございます。もう一度、ね、間違いなく、平等にやっておりますので。はい、では行きます。抽選ボタン行きますよ。おっと、ここを押しとこうかな。はい、抽選開始。えい。あれ？えい。あー、来ました、来ました。はい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 。誰が当たるかな？はい、抽選番号60番、YM さん。お一人目はですね、抽選番号60番の YM さんでございました。おめでとうございます。はい、ということでね。また、メールの方送らせていただきます。こちらの方ですね。今後作ってほしい動画のリクエストっていうのを書いていただいておりまして、海外でクワガタ採集をしてはどうかと。海外はちょっと難しいですね。はい。海外採集はね、なかなかハードルが高いですね。これはちょっと無理かなと正直思います。日本の離島だったらいいですけど、今はちょっとコロナなんで行きにくいかなというのは正直ありますね。さあ、では二人目の当選者を抽選していきましょう。不正防止のためもう一度確認いたします。今回名前出た人はですね、違いますので。あれ？押せないにゃ。はい、これですね。ランドビトイン関数1番から190番までをランダムに抽選いたします。はい、ですね。押しますよ。今からですからね。同じ方が出ることもありますので、ご安心ください。では、行きたいなと思います。2回目の抽選。抽選、スタート！あー、誰だろう、誰だろう。ワクワクドキドキ。はい。あー、数字がですね、近いとこ来ましたね。2人目はですね、62番、アキラさんが当選いたしました。おめでとうございます。はい、ということでね、一人でやってますので寂しい。でも横の方でなんか雑音が聞こえると思うんですけど、今リスが回し車めちゃくちゃ回しておりますので、またリス動画の方もね、上げていきますので、ぜひぜひご利用、ご視聴ください。はーい、アキラさん、おめでとうございます。この方でございますね。動画のリクエストなんですけども、マンディーブラリスの爆散した時の産卵セットの紹介をしてほしいです。まあ、一応動画ありますけど、ムイドンさんっていうね、ショップさんから購入した食器瓦材を使いました。するとですね、割と柔らかく、すごく質がいい食器瓦材でして、爆散しましたね。柔らかい材が好きのようです。はい、ヨネちゃんテレビさんと、TV さんですね。また怒られますね。ヨネちゃん TV さんとコラボ希望してほしいと。コラボですか？まあ僕はあんまりコラボはしないんですけどね。まあヨネちゃん TV さんはね、結構こう、長いお付き合いですので、まあそれもいいかなと思いますけどね。まあヨネちゃん TV さん次第でございますね。こちらの方はね。はい、こんな感じでございます。ありがとうございます。はい、あとまあいろいろご意見いただいております。皆さん本当ありがとうございます。川健さん、大桑方はですね、昨日動画出したかな。もう一回サンラセット組みます。まあせめて幼虫30頭はやっぱ欲しいかなと思ってますので、いっぱい書いていただきましてですね、またこれのこの方もちょっと見ていきたいなと思いますけどね。皆さんたくさんいろいろねご意見いただいて、もうありがたいですね。はい、ウエストウッディですか。あれですよね。まだ、実はメス生きておりまして、産卵セットの、まあ、産卵木にずっと取り付いておりますけど、産んでるかどうかはちょっと、チーンって感じですね。オスはすでにお亡くなりなので。アクアリウムね、やりたいですね。はい、たくさんご意見いただきまして、これ全部読んでいきたいなと思います。宮本藩さんですね。宮本藩さん。なかなかちょっとコロナがあるから行きづらいですけどね。
はい。あ、三山さんも、まあ、あの、香川県にゆかりのある方なんでね、こちらの方に来たりしますので、また、あれですね、会えるときはお会いしたいなと。はい、メダカがいいですよって。あ、メダカですね。まあ、わかります。品種改良早いですからね、メダカは。はい。いやー、たくさんこうですね。いや、これすごいですね。カブクワ好きの子供たちを集めて、昆虫採集、飼育方法の勉強会みたいなのをしていただきたいという話でしょうか。いや、僕そんな大した人間じゃないんでね。そんなのするの会場とか借りないとできないですしね。僕はあの、バレちゃいますね。どんな人間かちとかね。はい。面白いと思いますけどね。でも集まります?僕がこう、やりますとか言って、ちょっと自信はありませんが。はい。あー、四つ星系が結構ありますね。四つ星が落ちる原因が気になってますという、なんでしょう。うちではあまり落ちないんですけど、ちょっとマウスの子。あれ、マウスの子をね、ポイントが見えない。あった。四つ星が落ちるんですね。あれ?なんだこれ?ポンポン言ってる。動かなくなりました。はい、とりあえず、まあ、治りましたね。うん、なんだったんだろう。そうですか。四つ星がね、落ちやすいということですね。検証動画ですか。まあ、うちではですね、キノコマットと、完全発酵マットがすこぶる調子いいですね。完全発酵マットで最後まで行くとそんなに大きくならないんですけど、プリンカップ?まあ、完全発酵マットは無添加系やと思ってるんでね。無添加系をまあ、3例ぐらいまで。で、そっからですね、キノコマットにするとめちゃくちゃでかくなります。はい、リーズナブルですね。いいんじゃないかなと。うん。いや、どうなんでしょうね。多分マットで間違いないと思いますけど、相性かな。いろんな検証動画ですかね。なかなか、これもでもちょっとこう、もう完全に飼育できるマット分かってますので、なかなかあれかなと、思いますが。はい、いっぱい書いてますね。本当に。はい、いっぱい書いております。ありがとうございます。もう全部読みますので。はい。いやー、すごいですね。はい。子供さんたちの成長記録っていうのは、長男の方はね、昆虫採集はまあ好きみたいで、ちょいちょいついてくる感じですけど、次男の方はね、もう全くカブトムシに興味はありませんので、はい、そんな感じですね。あ、はい、まあそんな、なかなかね、子供たちが始めるって始めた YouTube ですが、いつの間にか僕だけがやってるみたいな、なってますけど、はい。あ、こんな感じですかね。あ、なんか、サンラセットで使うマットですか?僕は完全発酵マットを、普通のカブトムシセットで組んでまして、爆散してますので、水苔はね、全く必要ないかなと思います。ウエストウッドやりたいですね。はい、ほんとたくさん。はい。四つ星全部プリプレントは無理ですね。無理ですね。僕も生活かかってますので、販売もしますし。いやー、まあいろいろ。はい。一応まあ全部ですね、読ませていただいて、まあ今後の参考にさせていただきたいなと、思います。フンボルト天国ね、やりたいですね。今回はフンボルトちょっと気合い入れて、三十数頭残して、あと全部幼虫で売っちゃったんですけど、まあなんというか、オスだらけという悲惨な状況になりましたので、もっともっとたくさん幼虫飼育したいなと思っております、今回はね。あれは悲惨だったな、本当に。いやもう、メスがですね、なんと、6頭か7頭ぐらいじゃなかったっけ?あと全部オスでしたからね、二十数頭。もう勘弁してくれよと思いました。はい。さあ、じゃあまあ、いうことで、本当にいろんなご意見いただいて参考にしたいなと思いますので、まあ紹介できなかったご意見ばっかりしかありませんがね、読ませていただきますので、ありがとうございます。お疲れ様です。どうも本当に皆さん、ご応募ありがとうございました。
応募してない方もね、動画のご視聴ありがとうございます。またいろいろですね、プレ計画出していきたいなと思います。前回ゴールデンウィークで、まあその2ヶ月してまたプレ企画やってるっていうね感じなんですけど、まあね、1年にまあ3回ぐらいはやっていこうかなと。でチャンネル登録を必須にしちゃうとね問題ありそうなので、まあそこはね、まあどうでもいいやということでやっていきたいなと思います。またまたね、どんどん今むちゃくちゃ増えてますんで、うちカブトムシクワガタね死ぬほど増えてますから、まあプレ企画出す余裕なんかもねありますので、やっていきたいなと思います。はい、では今日はねこれでお別れいたします。またよかったらコメントで、ね、感想なり教えてください。あと今日リスの動画も上げたいと思ってるんでね、もし動画上がってたらそちらの方もご視聴お願いします。では今日はこれでお別れです。黒猫チャンネルの黒猫でした。ご視聴ありがとうございました。ご応募ありがとうございました。当たらなかった人も当たった人もまたぜひエントリーしてください。ではお別れですね。バイバーイ。